新視点ニュースへようこそ。最近、アメリカ、カナダ、オーストラリアは中国共産党、中共のエージェントに対し、一斉捜査を開始しました。専門家らは、これは長年親中派を掲げてきた過人トップたちに衝撃を与えており、中共のために働くリスクがますます高まったと言える。さらに、中国人だけでなく、 オーストラリアの政治家もエージェントのスキャンダルに巻き込まれ、親中派は苦境に直面していると指摘しています。ボストン在住の過人トップ、リタンディアンは、海外の反対性派リストを中京に提供した疑いで、2023年5月に FBI に逮捕され、今年2月26日に初の公判前の公聴会が行われました。2月28日、カナダ当局は、 カナダ国立微生物研究所の二人の中国人研究員、ヒューカカとその夫の性骨貞が解雇された理由について、研究所の機密情報とデータを中共に渡したため、と発表しました。2月29日、オーストラリア在住家人トップのディサンズオンが、外国政府干渉対策法違反の罪で、懲役33ヶ月の判決を受けました。この一連の事件に出てくる中共のエージェントは、 各国によって集中的に捜査され処罰されており、過人コミュニティに衝撃を与えています。元北京の弁護士で、カナダ在住の民主戦線主席のライケンペイ氏は3月1日、大起源に対し、アメリカ、カナダ、オーストラリアは、同時期に中共のエージェントの粛清を進めており、新中共の中国人や過人トップらのリスクが高まっている、と語りました。2月29日、 アメリカ連邦捜査局はニューヨーク市長の特別顧問でアジア担当部長ウィニー・グレコの自宅を家宅捜索しました。このニュースは過人コミュニティに衝撃を与えました。匿名希望の家境コミュニティのメンバーはウィニー・グレコへの捜査は大きな出来事であり、このニュースはコミュニティ内ですぐに炎上し広まったと語りました。61歳のウィニー・グレコは ニューヨーク市から年収10万ドルで雇われたアジア担当部長です。2023年11月中旬、ザシティ市は、彼女は公務時間中に個人的な案件を処理するよう依頼したり、鑑定イベントのチケットと引き換えに1万元を提供した疑いがあると報じました。ニューヨーク市捜査局はこの件について、2023年12月に捜査を開始しています。 ウィニー・グレコとアダムス市長との関係は、2014年アダムス市が、ブルックリン区長を務めていた頃から始まったとされています。彼女は過去10年間、ボランティアでアダムス市の募金活動をしていて、中国人コミュニティとの連絡役でもあり、中米大使とも呼ばれています。中教が参加するニューヨーク地域の活動への手引きや、 アダムス氏を含むニューヨークの政治家の中国への旅行手配を手伝っていました。2023年9月、大紀源はニューヨーク市アジア担当部長のウィニー・グレコと中共との関係が注目を集めていると報じ、ウィニーは2012年にニューヨーク州オレンジ軍ワーウィックに2つの会社を設立していたと指摘しました。 また、ウィニーは2011年に閉鎖された州刑務所を買収しようと企んでいましたが失敗しています。2013年、ワーウィックのマイク・スウィートン監督官は、タイムズ・ヘラルドレコード誌に対し、ウィニー・グレコによる古い刑務所の買収の背後にある黒幕は、中共政府だろう、と語っていました。一部の家人が中共のエージェントとして活動していることについて、ライケンペイ氏は、これは、 二つの要因によるものだと考えています。一つ目は利益のためです。これらの海外家人のトップたちが中共の手先として懸命に働く理由は、彼らが中共から政治的、経済的、その他の利益を含む様々な恩恵を受けているからです。二つ目はイデオロギー的価値観の問題です。長年海外に滞在しているにもかかわらず、 多くの中国人は依然として普遍的価値観や近代の欧米文化を受け入れていません。彼らには道徳や価値観が欠けており、中共から簡単に誘惑され、中共を中国と認識しています。オーストラリア在住の過人トップ、リサンズオンに懲役33ヶ月の判決が言い渡されましたが、これはオーストラリアが2018年に外国政府干渉対策法を可決して以来初めての判決です。 これに関して3月1日、オーストラリア在住の作家で法学者のコー表紙は、大紀元に対し、これはオーストラリアにおける中共のエージェントや代弁者に対する強力な抑止力である、と語りました。その上で、コー表紙は、長い間、これらの過人トップたちは、表面上はオーストラリアと中国の友好関係の強化、経済貿易の発展促進などを名目としている。しかし、 実際は中共の手先として行動して、オーストラリアの世論をコントロールし、影響を与えたいと考えているのだろう。また、一方で、彼らは中共のために様々な社会情報を収集している。そのため、今回のディサンズオンに対する法的制裁は、中共によるオーストラリアへの広範かつ深刻な浸透工作を阻止するための第一歩となった、と語りました。遠行表紙は、 中共のオーストラリアへの浸透工作は最強レベルにまで達していて、この一つの案件だけでは中共の介入を阻止できるものではない、これは氷山の一角に過ぎないとみています。さらに、遠行表紙は、今回の制裁事件は同時に、オーストラリア社会がある程度目覚め、中共によるオーストラリアの国家安全に重大な脅威をもたらしていることに気づいたことも示している、と語っています。しかし、 沿行表紙によると、オーストラリアの国家安全保障を裏切り、危険にさらす行為に対して、過人トップや過人コミュニティ長老と言われている中共の代理人たちへの、実質的な法的制裁がかけていると言います。オーストラリア安全保障情報局のマイク・バージェス長官は、2月29日に発表した年次脅威評価報告書で、元政治家が国や政党、職場の同僚を裏切ったとして、 その事実を明らかにしました。さらに長官は、彼らはスパイを首相の家族に紹介するということも提案していたと語っています。また、円光表紙は、中共による浸透工作の標的は、すべて長期的な分析と研究を経て選ばれたものだ、と語りました。党派や階級に関係なく、オーストラリアの政党トップや、権力機関の重要人物であれば、 全てが中教の標的となります。遠行表紙は、中教がオーストラリアに全面的に浸透している理由は、オーストラリアを中教の政治的、経済的、文化的植民地に変える具体的な戦略計画を中教が持っているからだ、と付け加えました。これこそ、オーストラリアの基本的価値観に深刻な脅威をもたらしています。 アメリカとカナダもオーストラリアと同じように中共の代理人を逮捕していることに関して、遠行表紙は、欧米の白人左派勢力が過去20年から30年にわたって中共に対する融和政策を実施したためだと指摘しました。その上で、遠行表紙、このプロセスはまさに中共が欧米社会全体の警戒心の欠如を利用して、 世界的な浸透工作を開始していることであると付け加えました。遠行表紙は今、世界中の国々、特に自由民主主義諸国は中共の危険性をますます認識するようになった。なぜなら中共による統一戦線の浸透工作が自由民主主義の安全と基本的価値観を脅かしているからだと語りました。しかし、遠行表紙はオーストラリア政府は 国家安全保障と基本的価値観の観点から宗教の危険性を理解していない。オーストラリアが法律に基づいて宗教の浸透工作に対して調査や取締りをさらに強化することを期待していると語りました。さて、今日はここまでです。私たちの番組を気に入っていただけましたら、登録、いいね、シェアなどのご協力をお願いいたします。ご視聴いただき、 ありがとうございま,したまたお会いしましょう。Hey,